カタツムリの一種ステナトリマフロリナノから。核皮層は、タンパク質の層で、この種では微小な毛となり、ビロードのような外見、手触りを与える。根気オりんは、軟体動物の外上皮細胞から分泌される、複合タンパク質である。これらのタンパク質は、主にタンパク質と多塔で構成される、有機構分子マトリックスの一部であり、結晶の核が形成され、 成長するための微小環境を提供している。この構造は、殻に硬さを与えるアラゴナイトの結晶を保持、結合する役割も果たす。炭酸カルシウムの形成に必要な4も、該当膜から分泌されるが、有機マトリックスが作る環境は、コラーゲンが、ハイドロキシアパタイトの結晶核形成を行うのと、同様な方法で、ではなくアラゴナイトの結晶化を引き起こす。 コンキオリンは、鉱物粒子のための比較的柔軟で亀裂を妨げる、マトリックスとしての役割を果たす。その強度とパールシンへの結合の強さによって、真珠層の形成等のいくつかの場合には、最終産物に優れた人生を与える。硬い炭酸カルシウムが沈着するからと同様に、カタツムリ等の多くの軟体動物が、カラヒ層と呼ばれるコンキオリンで構成された外角の、 そう持つ。特に酸性土壌での生息に適応した陸上の数種のカタツムリは生態であっても非常に薄く透明で褐色の殻を持ち、これらの殻はほぼすべて根気を輪から構成されている。ありがとうございます。